皆さんこんにちは、かよです。今回はですね、久しぶりの1週間コーディネートということで、プチプラのファッション縛りで、1週間撮ってみました。キティベイトっていう結構ね、安くて可愛いアイテムがいっぱいあって、この秋冬の新商品をドドンとゲットしたので、それをメインに使って、あとね、 H&M で買った商品とユニクロで最近買った商品も使いながら、あとちょっとだけ古着もあるけど、ちょっとだけって感じです。だから H&M、ユニクロ、キティベイトの3ブランドでほとんどコーディネート7日間組んでいるので、よかったら参考にしていってください。ということで、どうぞ。はい、首都コーディネート目はこんな感じのコーディネートです。ニットがキティベイトの黄色の、結構ね、ムワンとビッグシルエットのニットになってます。インしてるんですけど、インしないで着ると結構お尻のあたりまですっぽりと隠れるので、結構この太もものあたり隠したい方もいいんじゃないかなと思います。ちょっと後ろの方がゆったりとこう丸くなってるシルエットですね。後ろの方がちょっと長くて、前がちょうどいい長さなので、ちょっと前だけインして、後ろは出してあげて、お尻をカバーしながら着るのが私的にはいいかなと思います。はい、かなりこう手がね、長いシルエットになってて、こう もたつくところがまた秋冬の洋服の可愛いところですよね。で、なんか今回は色を楽しみたいなと思ってイエローをチョイスしてみました。なんか去年もね、ポシェのね、黄色のニットすごい気に入って着てたので、ちょっと今年も新しいの欲しいなと思って、鮮やかな黄色をゲットしてみました。で、パンツがね、またこれめっちゃちょうどいい、ぴったり。私155センチなんですけど、 S サイズ、一番ちっちゃいサイズのパンツをゲットして、こんな感じ、本当にね、裾を上げしたっていうぐらいぴったりで、で、これ実はフェイクレザーになっていて、ちょっとアップで見るとこんな感じなんですけど、レザーなんですよ。良くないですか？結構ね、柔らかいレザーなので、すごく動きやすいし、全然なんか違和感がある感じもせず、すごく滑らかな感じで軽いパンツになってます。ポケットももちろん前についてますね。後ろはこれフェイクポケットかもしれないですね。はい、結構これね、ウエストがすごいぴったりなので、もしかしたら普段着てるサイズよりもワンサイズ大きくてもいいかもしれないですね。私もご飯食べ終わった後このパンツ履くと結構ぴったりすぎてちょっと不安になるぐらいなので、結構ウエスト周りは普通のサイズよりもちょっと細いかなって想像しておいて、置いてくれるとちょうどいいかなと思いましたね。スニーカーはお気に入りのマルジェラのスニーカーを合わせてみました。なんかね、すごいなと思ったのが、このスニーカーとバーパンツの色がね、めっちゃ一緒なのセットかなっていうぐらい、この一気に高級感がぶち上がるようなパンツになっております。この下もティティベイトのアイテムですね。で、インナーは H&M で今年買った白の T シャツ。やっぱね、白の T シャツって何でも合うよね。首元に白を追加することでバランスを整えてみました。はい、やっぱね、秋冬はカラーものをニットで取り入れるとすごく使いやすくていいんじゃないかなと思います。はい、首都コーデ目月曜日でしたじゃあ次行きます。はい、次のコーディネートはこんな感じです。モノクロのコーディネートにしたかったので、靴はザラで昔買ったブーツを合わせてみて、トップスがティティベイトのトップスです。これすごい可愛くて、チャックでこのね、首の部分がガッと開けれることもできるし、上に上げることもできるし、結構これ上げるか下げるかによっても服の雰囲気がガラッと変わるので、いろいろ楽しめていいかなと思います。はい、私はちょっと開けるぐらいで着ようかなと思ってます。で、ちょっとインしてるんですけど、インしないで着ても全然長さ的にいい、しなくても可愛いか、しない方がいいかも。これは後ろも前も同じぐらいの長さなんですが、腰の骨よりも5センチ以上下ぐらいかなと思います。やっぱ白ニットといったらモテかなっていう感じなのでデートの時とかにもいいんじゃないかな。今年さ、こういうなんかこういうニットの形がすごい流行ってると思うので、持ってて損ないかなと思います。パンツにも合わせやすいし、メンズライクにも着れて、
女性らしいこういう感じのスカートとかにも合わせられるので結構万能な形ですよね。これを上げて着るとめっちゃあったかいのでこうやって着るのもあれなんじゃないでしょうか。スカートは今季の H&M とトーガのコラボのこのチェック柄のスカートを合わせてみました。このねスカートめっちゃ気に入ってて、なんか形がすごいね形状記憶のスカートになっていて、しっかりひらひらがついてくれてるので結構ね座り仕事でパソコンとかずっとしてて座っててもお尻のあたりのこのひらひらがこう薄くなっちゃったりとか伸びちゃったりすることもなく使えてすごくいいですね。はい、といった感じです。はい、次のコーディネートはこんな感じのコーディネートです。1日前スカートだったので次はショートパンツにしてみました。トップスはですねポップコーンニットカーディガンっていうことなんですけど、結構のポンポンがついてたりしてすごい可愛いんだけど使いやすい、なんか大人の人が着てても上品にも着れるような可愛らしいカーディガンっていう感じで、フリフリしすぎてるわけじゃないのですごくね合わせやすくて、今回私は結構ベーシックなショートパンツとロングブーツにポイントでこのカーディガンの可愛らしさを追加したようなコーディネートですね。ちなみにインしないとこんな感じ、まあ、全然インしなくても長さ的にそんなめっちゃ長いわけじゃないので全然着れるんですが、結構これはショートパンツ、ハイウエスト気味のショートパンツなのでインしちゃってちょっとボリュームをピタッと止めてメリハリをつけたコーディネートにしてみました。結構ボリュームのあるというか厚みのあるニットはインしちゃってメリハリつけるコーディネートが私は結構好きですね。色はね絶妙、なんか濃い茶色じゃなくてベージュだから柔らかくてすごい合わせやすいですね。でパンツはこれ今年古着屋さんで買ったリメイクのパンツです。なんか軍物のパンツらしいんですけどリメイクしてくださっててすごいねぴったりで、私のお尻の感じと腰の感じとぴったりで買っちゃいましたね。これも原宿と表参道の間にある古着屋さんで買いました。ちょっと名前わかんないんですけど、でブーツはドゾタウンユーズドで昔買ったトーガのブーツを合わせてみました。やっぱりショートパンツを履くときはロングブーツと合わせないとさすがにちょっと見えすぎてるなっていう感じがするのでちょっとブーツを合わせてみました。このコーディネート結構好きですね。これに白いコートとか合わせたいなと思います。はい、次、はい、木曜日はこんな感じのコーディネートです。月曜日のコーディネートと似てるかなと思うんですが、このパンツは着回しめっちゃ効く。やっぱ白のパンツって、まあ、黒にももちろん合うし同系色の白にもあるしベージュとかね柔らかい色から結構パキッとした色まで何にでも下に白持っていくと結構合わせやすいので、しかもなんか秋冬って暗い色になりがちなのでパンツ白にしてるだけで結構ね軽くなって上級者な感じに見えるかなと思っているんですが、ちょっとこのパンツ気に入ったのでまた合わせてみました。で上がこれね色違いで黒もゲットしてるやつなんですが、こんな感じで形がすっごい可愛いんですよ。袖のリブの部分が長くてボリュームがあるところとキュッと縮こまってるところの差が激しいので着太りしにくいというか、しっかりね締まるところ締まってくれてる分すごいね形が綺麗に見えてコーディネートのバランスが取りやすいんですよね。で長さもねすごいぴったりで腰骨のあたりなので長すぎることもなくパンツにも合わせやすいしスカートとかにも合わせやすいシルエットかなと思います。このニットすごく良くてなんか毛玉になりにくそうな結構ねしっかりした固めなニットというかシャリ感とまではいかないかな、でもすぐ毛玉になりそうな柔らかい生地っていうよりかは割としっかりした着ごたえのある素材かなと思います。カラーものね取り入れたいなということでグリーンをチョイスしてみました。髪の毛も今寒色なのでグリーングリーンで合わせてちょっとグリーンを使っているようなアクセサリーを首に巻いてみました、はい、結構後ろから見るシルエットとかも可愛いのでいいかなと思います。本当長さぴったりで手上げても腹散らしないぐらいな、すごい短すぎることもなくでも結構ちゃんとウエストのあたりで止まってくれてるので中途半端に長いわけでもないので足長効果もあって本当このカーディガンめっちゃ優秀だなって思います。でこの色とブラック以外にも結構いろんな色出てるので
自分の目好みで選んでみてください。まあ、インナーの H&M の T シャツは変わらずなんですが、すっごい着回し着ますね。やっぱ白の T シャツって。はい、そんな感じです。次、次のコーディネートがこんな感じです、打ち合わせとかちょっとかっちりした日にこういうのもいいかなと思って合わせてみました。上がユニクロと豆のコラボですね。これもつい最近ゲットしたアイテムです。でこの上につけてるチューブトップはこのパンツとめっちゃセットアップみたいなんですが、この上は H&M でつい最近、今もね売ってると思うんですけど、ゲットしたアイテムです。結構全部プチプラ。この下はリーホリックかな、リーホリックのセットアップですね、パンツは。そしてカーディガンはティティベイトのカーディガンです。このカーディガンはグリーンのカーディガンもゲットしているアイテムなんですが、こんな感じでワントーンで仕上げて、差し色にこのベージュがポイントになったコーディネートです。秋とかだったらこのニットをなしにして、素肌にこのチューブトップでパンツでカーディガンとかもめっちゃかっこいいなと思うんですが、まあ冬になってくるにつれ寒くなってくるので、お腹を温めたいなっていうことでインナーを合わせてみました。ちょっともっと冬になってきたらこういうコートを合わせてあげても可愛いかなと思います。袖からもちょいと出したりして、こんな感じに着ても可愛いですね。このコートも今季のイベントのアイテムです。でもこのニット可愛いから1枚で着たいな、秋に。はい、お気に入りです。次、はい、次のコーディネートこんな感じです。結構のこれ軽いコートで、秋口から冬まで着れるんじゃないかなっていうコートですね。インナーを結構分厚めにしても着れそうなぐらい、結構ねゆとりがあるのでいいかなと思います。はい、カラーブルゾンっていうことで、私は何色かあったんですけど紫をチョイスしてみました。あんまり普段紫のコートを使ったことなかったんですけど、どうですかね。ボリュームがあるコートなので、下はちょっとスッキリとしたようなものがいいかなと思って、タイトスカートのワンピースを中に着てみました。でロングブーツで合わせて、もう完全なる秋冬コーデですね。なんかこれも結構ね、中のワンピースがアウターと色が似てるので全然喧嘩しなくて使いやすいかなと思います。この中がね H&M で、でもちょっと前に買ったやつなのでもう売ってるかわかんないんですが、 H&M のアイテムで、この上はキッティベイトの今季のコートになってます。このビッグシルエットの襟が可愛くて、今季ね結構いろんなハイブランドでもすごくこうでっかい襟がついた洋服がねいっぱい発売されてて、この大きい襟がポイントになってるんじゃないかなと思います。なんかさ 2,3 年前、私が高校生ぐらいの時にも付け襟って流行ったんですけど、なんか今また付け襟ブームが来てるみたいで、かなりねこういう大きめの付けが、大きめの付け襟が来てるみたいですね。ちゃんとね後ろまでしっかりと襟がついてるので、後ろ姿も可愛いですね。こんな感じになっております。はい、こんな感じのコーディネートです。結構シンプルにコーディネートしてみたんですが、着回しですね、このカーディガンが本当に気に入ってて使える形なので、これをメインに、さっきは開けてボタンを開けて着てたんですけど、次はボタンを閉めてニットみたいな感じで主役に着てみました。インナーに着てるのが豆黒のニットのベージュを着てます。でパンツはこれもね今季のユニクロ、これすごい良くて結構シャカシャカしてる生地なんですけど、洗濯機でお家で洗えるのでいいなと思って購入してみました。ちなみにこれ今回黒しか使ってないんですけど、色違いでこの紫色も購入してます。はい、両方とも使えそうだなと思って、なんか結構ドレッシーにもカジュアルにも合わせやすそうだったので、この前2色買いしました。やっぱお家で洗えるパンツっていうところがね買い手ですね。でインナーにベージュを着てるので、このスニーカーもベージュでちょっと合わせてみました。はい、で首元が結構ねこのニットね V に開いてて、でインナーで着てる豆黒もいい感じにねこう胸元が開いてるようなトップスなので、チョーカーをつけてちょっと首元を華やかにしてみました。結構ブラックの洋服着る時
時はシルバーのアクセサリーが多いかなと思います。このさ、ニットのボリュームがすごい可愛いんですよね。後ろからのシルエットもすごい可愛いのでおすすめです。この服が結構私的にかなり大ヒットですね。はい、ということでこんな感じのコーディネートでした。はい、ということで、1週間コーディネートを無事やってみました。いかがでしたでしょうか。今回はユニクロと H&M とティティベートの3ブランドをメインにして1週間組んでみました。でこの中の私のお気に入りはですね、このニットですね。このティティベートでゲットしたこのニットがめちゃくちゃ形が綺麗で、すごいね、高見えするアイテムだと思います。本当カーディガン1枚着てるだけですごいこう引き締まるというか、かなりね上品に仕上がるし、モード系にも仕上がるし、すごく一番気に入りましたね。はい、ということで今回初めてティティベートをね利用したんですけれども、すごくねいいアイテムにたくさん出会えて、初めての、お買い物だったんですけど、かなりいいものに出会えたんじゃないかなと思います。そして今回ティティベートさんとのコラボ動画なんですが、ご好意でですねティティベートさんからなんとお得なクーポンを配布してくださいます。イエーイ。限定クーポンということで期間限定になるので、ぜひ気になったアイテムがあった方はお早めにチェックしてみてください。概要欄にね詳細まとめてあるので、よかったらね見てみてください。はい、ということで今回はこんな感じの1週間コーディネートを組んでみました。少しでも参考にしていただけたら嬉しいです。この動画がいいなと思ってくださいましたら、チャンネル登録と高評価とコメントぜひぜひお待ちしております。 Twitter や Instagram、TikTok もやっているので、よかったら遊びに来てください。ということでまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。